みなさんこんにちは、チャンネルあやかんぼへようこそ。ようこそ。今から、私が旦那ちゃんの髪の毛をカットする、おお、恐ろしい時間がやってまいりましたので、もう何回かやってるよね多分、結構信用してるからね結構この横の2ブロックは美容師さんがやってくれた後にやれば結構簡単なので、いつもこのフィリップスのバリカンを使ってやってるよね、全部前回やったんですけど、どうですかね。まあ前の美容師さんがカラーもしてるよね。カラーもこれ綺麗よね。今カラーめっちゃ綺麗よな。なんかメッシュみたいになってるけど、別に光の加減でな、わざとしたわけではない。そうなんです。さすがに今ちょっとあのなんていうの、プリン状態だけど、でも綺麗ね。安全パイな、このカットとじゃなくてバリカンから入れていきたいと思います。おー、これがでも一番緊張すんねんけどな。あ、ほんま、それ全然大丈夫、怖いやんバリカンって。怖くない？なんか安全装置、安全カバーついてるじゃん。前でもつけんってやってたよ怖いわこれが怖い。怖だとな、なんかちゃうなとか言いながらやさ入れてたもん。何ミリかと思ってやってたら0ミリやってんな。服もなんかすごいやん。何これ破れて気づいた。もう意味ない。違うわ、肩幅が多分落ちてて破れちゃった。もう服につくけどいいですか、お客さん。はい、髪の毛は止めんの、髪の毛ちょっと邪魔が止めますね。女の人みたいな、ほんまに長いね。とりあえずいつも怖いから3ミリから始めるんですよ。3ミリでかっそっていきます。3でいいと思いますよ。3で。ただ際どいとこ無理ねんな。いきまーす。慣れたもんでさっさいってな。あ、いったね。あー、楽。どうすわ。やったことあるんですか？ある、ありますよ。あ、ちょっとお風呂止めてくる。坊主やったことありますよ。あの、野球やってたけど、それは関係ないか。坊主やったことあるで、でも。え？ある？いつか忘れたけど、ありますよ。いつやったかな？二十歳ぐらいの時。やってた。二十歳？うん。あ、二十歳？うん。それ聞いたかな？野球の時じゃなくて。野球の時やってなかった。それがやりやめて。やのにやったんかい、二十歳で、うん。うん。学校行ってる間は嫌やて、なんか。まあ思春期で髪型って重要よね。前髪とか大事やろ、思春期。それ女の子やもう昔から女の子や。何が前髪大事。それ女の子じゃない、前髪命な、朝前髪の調子が整わなかったら学校行きたくないですよ。あ、でもそれ分かるわ、ちょっと。それ女の子やから前髪大事だってあ、待って、髪の毛入った、鼻に。あるあるやね。いいよね、ほんと。何の串これ。水牛の角。これめっちゃいいんですよ、この串。なんかこれで溶いたらサラサラになるんですよ、本当に。絶対なんか自然なものを使ってる方がいいよね。これ絶対いいよね、全然ちゃうもんだって。で、我が家にはちゃんとすきばさみがあるので、これで切っていきます。ほら全然効いてない。いくよ。あの、歌手か美容師になりたくって、結構美容師になるって思ってて、歌手はまあなんかぶっ飛んでると思ってたから無理やなと思ってたから、現実的なのは美容師かなと思って、高校も美容師専門の高専に行こうと思ってたんですけど。本気や。うん、でもなんか親に普通科行ってほしいって言われて、結局普通科行ったんですね。だからでも結果的に良かったんじゃないの。まあね、親の言うことを聞いてて結果論は良かったと思ってます。ここはもうちょっとハサミでいきましょうか。怖いわ。あ、普通のハサミ使うの、うん、怖っ。この触覚、これ長いので、うわー、行くやつに、あ、行く。あー、怖いな怖いな、ちょっとじっとしててな。わ、笑ったありした、あかんので、ほんまに真剣やから。怖っ。大丈夫、知らんけど。知らんけどな言うんですよ、噂の人。なんか言った後に、知らんけどとか言って、だって責任取られてる。自分も噂の人やけどさ、うん、言ってるし、あなたも言ってる？言ってる、言ってる。知らんけどって言わへん、あなたの場合。え？知らんけどさぁって言ってやな俺最近だからあの人に言われた、あの仕事の人に、うん、太田さんって、あのフェンシングの太田さん。あー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 、いいやん、かっこいい。またまたと思ってんけど、かっこいいやん。でも
上げてるわ頭ちょっと。確かにね。うん。あの人韓国人なんかな、もしかして。ちょっとそうなんかな、分からんけど目つってはるから、うん、なんか俳優さんっぽいよね、うん、韓流俳優。はいはいはい、そうかっこいい。私あの人の顔好きやけど、キリッとした感じ。うんうん、男らしいし、でも優しそう。うん、あんまり知らないんじゃない。うん、あんまり知らんけど、でも顔はわかる。まあ、とりあえずやります。はい、あ、でも9いい感じやで。へぇ、やりやすい。いつも後ろどうしようって悩むんだけど、今日はいいよ、9。ただすぐ溜まるけど、うん、黒と茶色がすごいことになってる。黒、茶色、金も、金もある。うん、すごいな、ほんまにいろんな色あんねんな、頭。うん、まあ一回見てもらおう。いきます。はい、はい、どうぞ。出てみんの？いいよ、普通に見て。え、じゃあ風刺道。あ、まず前見てた。おお。女の子らしさちょっとなくなったかも。ほんまやん。なんか、クマできてる。うん、疲れてるね。ここで、あの両面鏡で見てもらいたいと思います。うん、それで後ろ見てみて。これも？これを通して後ろ見てみて。見えへん。見えるて。あ、すっきりした。後ろちゃうくない？ほんまや。てか後ろそもそもビフォーも見てないんじゃん。見てない、こんな感じだったんや。違う、後ろのもうもじゃもじゃなってたのに。やばいですけど、毛でかゆそうやけど、後ろこれ9ミリです。これで9で剃って、ここら辺はここ9やと長いじゃん。なんかここ1ミリで5ミリでやりました。めっちゃうまない？若い話やな。私美容師なれるわ、美容師なれるわ。まあちょっと今セットしてないからよう分からんけど、全貌こんな感じでも、全貌すごいな。こんな感じです。すごいすごいわ。いいですか、これで。いや、いいと思います。またカラーやって、うん、次カラーバージョンアップしたいと思います。うん、それでは最後はひろふみかんさんに締めてもらいましょう。本日はありがとうございました。